皆さんこんにちは、ゆいチャンネルです。いよいよ今週末よりウームのハロウィンウィーク始まります。週末も平日も関係なく毎日ハロウィンパーティーが続くので、ぜひ皆さん遊びに来てください。それでは今週末のイベント紹介なんですが、金曜日は今日ゲストが2名いらっしゃるので、土曜日から行きたいと思います。土曜日はこちらです。タクタカハシさんレジデントのインターギャラクティックと、あと大志ダンスさんレジデントの、ファンタスティックダンスとウームのレジデンシーのパーティーなんですがの、合同、ハロウィンパーティーとなります。今回なんと21時オープンということで、終電まででも結構思いっきり遊べる内容となっています。そしてゲストにもう一人真ん中にいるんですけど、最近だ と、PKCZ っていう、EXILE の DJ 巻大さん、 DJ だるまさんとのユニットでも活躍している、バーバラさんがゲストとして登場します。お楽しみに。そして、金曜日は、ウームで新しく始まる、ベースミュージックと EDM をフューチャーした、ニューパーティー BDEP です。そして今日は、この新しいパーティーより、に出演する、直人さんと神楽さんに来てもらいました。はい、お願いしますよいしょよいしょ、どうも、直人さんと、神楽さんです。よろしくお願いします。キープなっちゃった俺が。で、今回この新しいパーティーということで BDEP、 この語源なんかの略なのか、あとコンセプトなども教えてください。はい、BDEP が、2つ意味を掛け合わせていて、軍事用語で BDEP で、支部っていう意味があって、LA がベースミュージックの本場のところなので、このイベントが日本の支部になるようにという願いと、はい、あとベースミュージックの頭文字の B と、はい、航空用語の出発っていう意味があるデップを2つ合わせて、デパーチャーって言ってますね、さっき。はい、はい、そうですね。とその2つで BDEP になっています。なるほど。はい、で、今回ゲストのアーティストがドクター P っていうアーティストなんですけど、私実はあまりよく知らなくて、どんなパーゲストなんですか？サーカスレコーズっていうところが、はい、フレックスパビリオンというすごく有名なアーティストさんなんですけど、はい、その方と一緒に作ったのが、うん、ドクター P というアーティストなんですけれども、はい、彼はダブステップ、ドラム、ブリッジホップとかですごい有名な方で、Facebook でも70万いいねがついてる、はい、すごく人気なアーティストです、うん、チェックしなきゃ。じゃあはい、要チェックです。ドクター P さん、どこの国の方なの？イギリス。イギリスなんだ。へー、はい。で、なんか直人さん何も言ってないけど大丈夫ですか？まあでも今までの多分ウームでやっていた EDM のイベントとは違って、うん、特にベースミュージックとかも入ることで、うん、まあ、確かにいろんなジャンルの音が人が新しいかもしれない、聞けるのかなと。はい、で、この金曜日土曜日当日なんですけど、実はハロウィンウィークなので仮装ディスカウントもあって、まあ、もちろん金曜日もあるし土曜日もあるんですけど、お二人はなんか仮装はする予定はあるんですか？しないでも仮装してるような僕は大丈夫かなと思ってるんですけど、いや、本当なんか色変えちゃうとか思いっきりもうあれ黒かったらちょっとアーシャ詐欺になっちゃうんでねダメなんですけど、カメラはそうですね、今ちょっと考えてまあ、当日のお楽しみってやつですかね。そうですね。そっか、はい、はい、ぜひ皆さんも仮装してきてください。で、なんか当日、週末からなんですけど、フォトブースが、あるので、そこで、まあ、思い出に写真撮ったり、はい、あとエントリーができて仮装コンテストの。で、1位が、ペアで行くヒューガルデン村へご招待っていう、ベルギーなんですけど、今回今日そうサポートに入ってくれてるヒューガルデンっていう、ビールがあって、そこの、作ってる元の国なのかな、ヒューガルデンにご招待とか、あとウーム年間パスとかもあるので、それいいですね。うん、ぜひ皆さん応募してください。はい、じゃあありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ遊びに来てください。はい、じゃあ当日無料お待ちしてます。